収入証紙とは、金券の一種であり、地方自治体が条例に基づいて発行し、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための商標である。東京都や広島県など、一部地方公共団体では、廃止されている。領収証紙としている、地方自治体もある。富山県収入証紙、立山連峰と黒百合が描かれている。 2015年4月に統一デザインに変更。額面は様々で、租税や手数料の額と同じになるように、多数の額面などがある場合もある。またデザインは都道府県によって異なる。東京都は東京都庁舎ビルであったが、近年では原版の摩耗や印刷コスト削減のため、国立印刷局が定める統一デザインに移行している自治体が増えつつある。 一部の会計を区切り、当該会計専用の収入証紙を別途発行しているケースもある。同種のものとして、国庫収入となる租税へ、手数料その他の収納金の徴収のために財務省が発行する収入因子がある。収納先が違うため、双方に互換性はなく、因子を同府県への奨子を国への支払いに用いることはできない。売り裁き書は、 道府県、市町村、特別地方公共団体で異なり、道府県のものは、大半は、道府県税事務所や、指定金融機関、道府県庁舎の購買店舗で発売しているほか、出先機関、警察署の購買または、交通安全協会の支部、指定自動車教習所を運営する企業、物産販売施設でも取り扱っているケースがある。日本国旅券の受領の際、 申請に必要な費用のうち、日本国政府に納める部分を収入印し、道府県に納める部分を収入証紙の調布をもって、申請代金を納付する。東京都、広島県を除く多くの道府県では、運転免許試験の申請、運転免許証の交付、更新、国外運転免許証の発給などにかかる、手数料を申請書に、収入証紙を調布して納付する。 教育職員免許上の申請は、特別支援学校の各種免許で、新教育領域の追加の申請などの例外を除き、原則として勤務校所在地ないしは申請者の住民票上の住所を管轄する、道府県大学によっては、収入証子相当分の金額を現金を通して、現職教員で勤務校所在地の道府県に申請する場合は勤務校を通して申請するため、専用の大紙に、 申請する、未知府県の収入証紙を貼り付けた状態で、他の書類と一緒に、各道府県教育長教職員かあるいは、高校教育課へ提出する事例が見られる。また、教育職員免許上の更新講習の終了確認や、教育職員免許上授与証明書等の申請に、関わる手数料についても、原則道府県収入証紙にてのオフする。 ゴミ収集を有料化する地方公共団体が収入証紙を発行する例では指定ゴミ袋等にあらかじめ収入証紙が引率されているケースもある。払い戻しは基本的にできないが一部の自治体では条例や規則で定められた要件を満たせば手数料を差し引いた額を口座振替または各地払いで払い戻される。かつて使用されていた東京都収入証紙。 東京都は2008年7月2日に東京都収入少子条例を廃止する条例を交付し2010年4月1日から施行した一部の手数料の納付については東京都が現金での納付を認めまたは現金のみでの納付に限られている現状があり売りさばき所も他の道府県と比べて少なく実情にそぐわないと判断されたため東京都収入少子は 思行日以後発行されておらず、すべての手数料は現金で納付する。既存の東京都収入証紙は2011年3月31日で通用は終了した。通用終了後の証紙は2016年3月31日まで変換して還付金の支払いを受けることができた。また、他の自治体でも収入証紙を廃止する動きが出ている。 道府県レベルでは、広島県が2014年11月1日をもって、大阪府では2018年10月1日をもって、それぞれ廃止した。市町村レベルでは、大阪市、京都市、川越市、横浜市などが、すでに収入証紙を廃止している。収入証紙の郵送販売のご案内、宮城県公式ウェブサイト、近県の郵送になるため、書き留め郵便を利用しています。 広島県収入少子を廃止します大阪府大阪府少子の廃止について大阪市少子の廃止について大阪市総合コールセンター FAQ 一覧大阪市の少子について教えてください京都市収入少子廃止に伴うン保について川越市収入少子廃止のお知らせ収入少子制度廃止へ県内唯一の横浜市 法律的に政治行政かなろこ2016年7月16日、神奈川新聞、2019年5月1日閲覧、収入少子について横浜市、2019年5月1日閲覧、ありがとうございます。